梅雨の時期を前に昨日、遠賀川河口関で全ての電源がダウンしてゲートを制御できなくなった場合を想定し、手動による開閉訓練が行われました。国土交通省の職員らがゲートの両端にある機械室に入り、予備のエンジンを起動して手動でゲートを引き上げる手順を確認しました。河川事務所は命や資産を守れるよう今後も訓練をしていくとしています。